皆様こんにちは韓中国です近年中国の若者に単品という現象が蔓延しています単品とは横になるという意味です結婚しない子供を産まない家や車を購入しない生計維持のための最低限の仕事しかしないこうした単品は若者の間で瞬く間に幅広い共感と支持を集めましたネットユーザーはこうコメントしています 私たちは小さい頃からしっかり勉強するよう教育されてきました。大人になればいい仕事を見つけ、職場に入れば会社の経営者のためだけでなく、支払う税金を通じて政府や社会のために働かなければなりません。子供にも同じことを伝え、自分が歩んだ人生の道のりを子供にも繰り返させます。子供の次の世代もまた同じことの繰り返しで、まるで ケージに閉じ込められたハムスターのようです回し車をスピーディーに駆け回していますが最後までそこから抜け出ることはないのです単品主義の蔓延は中国共産党と企業家を悩ませています中にはこれを中国共産党政権への無言の反抗と受け止める人もいます中国共産党の機関紙は率先して非難しました光明日報 20日付の記事では、一部の若者の生活態度が非常に消極的で、社会や経済の発展に多くの弊害を及ぼすと考えられることから、これを警戒すべきと主張しました。進化者も奮闘すること自体が幸せであり、奮闘した人生こそが幸せな人生と言えるという意見です。ドイツ在住の中国人時事評論家で作家の張平氏は最近、 ドイツ・エベレの評論記事で現代中国の若者にはやっている単品主義は一昔前の世代の言うネガティブ思想や向上心のなさとは異なる積極的に選択しておりそこに反抗的な行動という意義があるこれは残酷な現実社会に対する無言の反抗であり他にどうしようもできない無力感の表れであると指摘しました。 ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。